はい、今です。久々にプロモデラー MG を使ってガチマチやっていきましょう。さてと、新しい武器追加されています。この環境で銀モデラーってどんな風に立ち回ればいいんでしょうかね。まずはそこから見極める段階ですね。ということで今回はアサリです。スメッシーワールドの真ん中にひたすら吸盤ボムを投げ続けるだけの簡単なお仕事。しかし吸盤どの辺に投げるのが一番効果的なんだろうかというのがまだわからないな。おっと、突っ込んでくるよ。突っ込んでこないよ。投げて、はい、いやースパッタリ意外と届くんだよな。これは入れられてない。優しくふわっと乗せてくるだけにとどまっています。しかし追撃が来てしまっているので要注意。モスに来てますよ。ここ、はい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 、雨です。本日は雨天なり。あ、上にまだいた？いましたが、焦ることなかれ。さあ59、一見不安な数字ですが、まだまだ取り返す可能性は十分にあるはずだと思いたかったのですが、やめて、届いちゃうのやめて。一番投げて、さあ近づいてくる。ちょっと、その当て方は、ザップ、プロモデラみてえな当て方してきたな。さあ、ちょっと困るやられ方をしました。でもまだ、まだです。そう、まだなのです。はい、はい、はい、はい。ここから来るんでしょ、あなた。分かってはいたんだけど。分かってるのに対処できていない、この未熟っぷりが。ボムの使い方がなってないな。雨やめて。ここに吸盤投げて、奥からやってくる。はい。さあ、これで、無駄にキルを稼いで、お、なんだよ、プロモデラ結構頑張ってたのに俺たち負けちゃったじゃんという、そういう錯覚に陥らせましょう。実は、すごくどうでもいいタイミングでしかキルを取っていないなんて、夢にも思う前という感じですね。あ、ここはまずいかい？いる？いません。ですが、いるかもしれないという思いは、まだまだ。やめ！おやー！待って！うっそー！まだ引っ込んでる！長かった。そうなんだよなー。この一旦、何でしたっけ？割って、やられている状態だとちょっと昇進モードに入ってしまって、もうダメだ。俺は、これ以上傷つきたくないと言って、心を閉ざしてしまうモードに入っていて、その時間が結構長いんですよね。それを忘れて思わず突っ込んでしまっている。基本的なところおやめおやめおやめ。お、でも倒してくれた。この感じだとスパッタリに勝てる気配がまるでない。ですが、ここ来てる、すでに来てるよ。お、倒してくれてる、いいよ。はい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 、当てていくよ。当ててんのよ。はい、はい、はい、お、いいよ。ちょっと待って、カーリング。追いかけてくるね。いきます。カーリングなり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 ます。そして、うえぇ、吸盤に気づかなかった。なんと、お恥ずかしいやられ方を。いやはや、これはお恥ずかしい。というか、長いな。あれ、5分ってこんな長かったっけ？俺もうとっくに。ピーン。ピーってなると思ってたんだけどな。試合終了の合図は意外とまだだったようですね。登ってくるかい？ここに隠れているでしょ？警戒しすぎ？ちょっと一つの場所に固執して、そこばかり狙っているのはあまり良くない動き。だと？ほぼほぼ、ああもう。そう、こんな風なやられ方がね、やっぱり、なってしまうのは同じ場所に留まっているからだということをね、反省しなくちゃいけないんじゃないかな。あ、待って、これは下がって。
なんかアサリの集め方も今回すごい下手くそだなって思ってしまいます。ちょっと待って、俺が集め一個くれ。はい、ありがとう、ありがたいんだけれど、ちょっと待って、めっちゃ来てるですよね。さあここ3対1で潰せないか、厳しいかを取ってくれているが、だがちょっと時間がさすがに間に合わず倒したけど、アサリが消える。まあちょっとのんびりしすぎましたね。最近それ多いな。ガチマッチを何だと思っているんだ。とりあえず銀モデの肩慣らしということでいいんじゃないかな。ああ、そう、あ、銀モデ結構キル取ってんじゃんって一瞬見えるでしょ。実はどうでもいいところでキルを稼いでいたのです。はい、大丈夫かな、眠いかな。さあ、さっきの試合はすごくひどかったですね。負けたのに悔しいという感じもしないし、かといってテンションが上がるわけでもないという、心が微動だにしない、そんな試合でしたね。そう、それはなぜか、何も考えていなかったからに違いない。何か考えていればね、それがうまくいったいかないで心が動くことはあるはずなんですが、それがない、それは非常に良くない。何のために戦略系のゲームを遊んでいるのだという話になってしまう。自分がどうやったら勝てるのかを意識して戦ってこそ、こういうゲームは面白いものなのではないかと、それ必死に語りかけていきましょう。はい、今前線上がってますね。チャージャーがちょっと見ているのが怖いですが、吸盤を投げてプレッシャーをかけていきましょう。ハイパープレッサーを出している間に相手が味方にやられているので、今はチャンスです。敵の位置を把握して、吸盤ピッチャーがちょっと怖いかなと思いますが、ここで勢いよく、あー、届いてない、これは良くない。ちょっと焦ったが、もうちょい奥なら届くだろうという見通しの甘さ出てしまったな。だがいいぞ、考えて動いているぞ。さあ、もっとだ、もっと勝つための努力をやっていけ。うーん、あゆち、これ非常に怖いか。だが右にいる、吸盤投げて一瞬焦らせてプレッサーを止めて、吸盤ピッチャーということはシャープマーカーネオですね。おっと、この吸盤はブラスターですね。では、ここで、失礼するよ。はい、甘いよ。甘いー。そう、わかっていた。わざわざ突っ込んでくるだろうというのは見て取れた。では、ここから逆転。逆襲しに行きましょう。地面を張っていくというのもプロモデラーの戦い方の一つでしょう。上に誰がいる？その辺警戒しなくちゃ怖いですね。さあ、ブラスターが、こちら向かってる？いえ、向かっていません。いや、向かっています。一瞬、なんでバレたんだろうと思ったけど、アーマーがあったからですね。ああ、出来上がってしまいましたね。これが私の秘密兵器、ガチ野菜ですね。あ、まずいです。これ、プレッサーが飛んできて非常にピンチ。どころか、俺しかいないので、一番ピンチ。それはさすがに良くないので、一旦戻りましょう。そう。プレッサーにやられてしまうぐらいだったら、一旦下がってしまうぐらいがいいのです。はい、待って。これで相打ちはさすがにちょっと悲しくない。味方が取ってくれた。そして相手は3人いない。これはチャンスか？割られてしまった陸、結構入ってはいるが、まだ逆転は可能です。ここで、しっかりと、強力な攻撃力を持ってして、いけば、なんとかなるのではないかなって、思います。こっち来るよ。超気をつけて。はい、来ます。超来てます。下から来る？ならば、私はここで、ガチャサリーではなくて、はい、お願いします。おらー、ふわっはー、なんかよくわからないテンション。ではとりあえず逆転に成功。ただここから一気に相手の押し込みが来る。ガチャサリプラスアルファぐらいは来るでしょう。その割られたことによるボーナスガチャサリ以外にも、敵がもう一個余分に作るくらいは考えられるという意味ですね。さて、真ん中に吸盤投げて、この辺怖いか。塗られて敵がいつでもスッと通り抜けられるような道はできているのは良くない。それを塞ぐのがまず第一。おっと、真ん中に発見。銀モデラを見つけてカモだぞと言わんばかりに近づいてくるでしょう。おっと、これ。
よよ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 、はい、リードされました。でも焦ることなかれ。一人、もう一人、あなただ。うえー、それはちょっと待って。あチャージャーがいたの完璧に把握してはいたんだけれど、一気にカウンター来ちゃったな。あの場面はむしろこちらが攻撃的に攻めていって、なんだろうな、こちらがカウンターで攻撃したいのに守らなくちゃいけないって思わせるぐらいがいいのかもしれないな。そういう考え方はあまりしたことがないな。攻撃こそ最大の防御っていうのはよく言われていますが、実際自分がやろうとするとやっていないことが多いですね。あ、やめて、雨で死ぬ、大丈夫。あ、ちょっとすごいところに、はぁくー、このやられ方、ガチャ戦3つ、これ非常によろしくない。一人倒されているが突っ込んでくるということは、ちょっと待って、いない、いないんですけど、ここで倒してもな。待ってくれ、ちょっと待って、これガチャ戦あと何個投げ込まないと勝てないんだ。相当ですよ。それを考えるとちょっと厳しいのではないかと思いますよね。届いて、届いてる、届いてるめっちゃ近づいてきてる。とりあえず入れてくれたが、あーん、俺しかいない。正確にはローラーもいますが、ちょっと待って、そんな頑張ってくれたら俺、あー、ダメだ、さすがにやられてしまいましたね。ガチアサリ、てかガチアサリを持ったまま俺はそれ一個も投げ捨てないっていう、この縛りプレイのようなことをいつまで続けているんだろうか。みんな割と投げてるけどな。さあ、逆転までは良かったけれど、攻めのパワーも足りないし、守りのパワーも足りていなかった。キーワードは攻めですね。うん、吸盤があって、すごく防御できる、防衛できるっていう意識にちょっと気を取られすぎている感がありますね。そう、普段は、もう、サブウェポンで相手を攻撃するということが実質できない武器ばかり使っているせいで、その点を失念していた感じがありますね。さあ、3回連続のスメッシュワールドとなりましたガチアサリです。さあ、前回失念していたことは攻撃に対する意識だけではなく、カーリングボムピッチャーも全然使っていなかったんじゃないかなと今ふと思ったので、今度は逆にカーリングボムピッチャーばっかり使っていたら勝てるのかというところに意識を持っていこうじゃないかと思い立ったわけでございます。なので、早速使っていくよ。もう使っていく。なんて贅沢なんだ。なんて贅沢なんだと。相手にびっくりさせるぐらいの気持ちで行きましょう。はい、後ろ取ります。あ、クンギャルシュラバー&後ろからやってきたのは誰だ？スパッタリーかな？ちょっと見えていませんでしたが。おっと、真ん中のお二人がすごくピンチ。お気をつけください。だが相手はガチ当たりができていない。その段階ではまだこちらが有利。といった。視点で見ることも可能だと思いますが、お気をつけください。超見てる。はぁ。でも、避けられないでしょう。こちらに気を取らせた、我々の作戦勝ちだったというわけだ。そう、ポジティブに行け。なぜならこのギアは、今つけている初期ギアは、復活短縮がついているから、もう少し強気に攻めてもいいんじゃないかな。そう、そういったギアの相性を考えるということも、重要だったわけだ。待ってー。これクーゲルさん？違う。普通のエヌザップだった。途中から伸びたように見えたのは気のせいだったわけか。さあ、いくらやられても復活短縮がついているからとはいえ、ちょっとあまりにも不甲斐ないやられ方をしているといつまで経っても勝てないぞということを考えておかなくてはいけない。はいはいはい、あ、ウェバーチャー、どんなところから狙ってんのあなた。だが9番は投げた。さあ、ここから逆転されてしまう。ちょっと押されすぎですね。はい、来てる。9番があったのに気づかなかった。危ない。さあ、プレッサーが超見てるよ。クーゲルスシュライバーもめっちゃ見てるよ。一旦ここで、プレッサーに対して嫌がらせをしてて、みんなで叩き潰すことに成功。そして、塗りフィールド拾いましょう。あんたここから進めないやるね。僕はひたすらこれカーリングオンピッチャー使うだけの、そういう人間になっているからね。はい、ここで9番をなります。そして、さらに9番を鳴ります。
そして逃げられない。どこから見てたんだこのエッズアップ。降りたらたまたまいたから殺してやったぜみたいな、そういう流れ。それはよろしくないですね。さあプレッシャーをかけていくために、こちらもガチアサリを持とうか。お前が持って役に立つのかって言われたら、全くそんなことはないです。下見て、さっきの俺みたいなことになる哀れな相手がいるかもしれない。いるかもしれない。気のせいかもしれないけどね。はい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 。これ隣にクーゲルシュライバーがいるよ、気をつけて。はい、投げまーす。そして真ん中のガチアサリ、あーさすがに間に合っていない。でも大丈夫、まだあるからね。はい、もう一個投げるよ。はい、プレゼント、プレゼント for you。 なあ届いてない。これはちょっと焦りすぎですね。あっ、さっきの恨み返せません。返せないので、ここはおとなしくね、逃がしてやることにしましょう。今回見逃してやるよってね、そういう気持ちでいきましょう。さあそして、はい、ここでカーリングピッチャーです。ごめんなさいね。いや、非常に申し訳ない。あれ、うーん、偏差打ちをね回避したつもりだったんですが、ダメでしたね。まあそれはさておき。さあ飛んでくるよ、気をつけて。だが下か、下ならまだ大丈夫。いや、安心とも言い切れないか。ヒルバーを投げて道を塞いでというのを繰り返しつつ、安定して一発で投げられるこっちからも道を警戒しなくてはいけないという思いもあったんだけれど、ちょっとこれプレッサー、オーマイガッド、ちょっとチャージャーにやられすぎだな今回。なんか噂によるとガチマッチのね、ランキングのトップがほとんどチャースコで最近超人気があるのだとかという噂を感じているのですが、は、待ってそんなこと全然ないですよね。オッケー、これは非常に絶望感ある倒され方でしたね、相手。だが、俺も割と絶望感あったので、同情はしないさ。さあ、だがカウントがかなりギリギリだということに今気づいてしまった。じゃあどうするか？こちらができる。アプローチの仕方は？何があるか？プレッサーを逃げつつ、はい、こんにちは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 、はい、こんにちは、こんにちは、はい、こんにちは、はい、はい、こんにちは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 、後ろ気をつけて。めっちゃ来てる？割られる？割られるワールド、大丈夫。まだ安心できます。ちょっと待って、これ。あー、最悪。あー、ヒロリーン。来てしまいました。さらに、ガチアサリまで投げられてる。ここは、最後の最後でひどい目に遭いましたね。あー、しかもノックアウト。やはりなんかな、その最後の最後の防衛に失敗することが非常に多い。通り抜けられるとか、強引突破されるというか。どうもその対処ができないのが辛いところですね。さあ今度はカーリングはいっぱい使ったけど、キルを取れていない。なんともだな、このあちらを立てればこちらが立たず、カーリングボムを使いながらキルをいっぱい取るという活躍がなかなかできない。これはどうにかしたもんかだな。はい、ではもう一回ぐらいやろうかな。ありがとうございました。